私の名前はパニコ、33歳。私と夫、4歳の息子の3人で暮らしています。息子がまだ幼いので、結婚前に正社員として勤めていた法律事務所で週4で時短パートとして働いています。パートがある日は車で息子を保育園に送り届けて、そのまま勤務先に向かっています。しかし、夫の仕事の都合で、我が家の車は彼が毎日使うことになったのもあって、車をもう一台購入することになりました。私たちはマンション住まいなので、契約している駐車場は1台分しかなく、もう1台分をマンションの向かいにある月決め駐車場で契約することにしました。そんな話を近所のママ友とのお茶会の中でした時のことです。同じマンションで隣に住む普段から若干ズーズーしいところのあったママ友のリサさんが、私にとんでもないことを言い出したのです。え、パニコさん、あの駐車場借りたの？そうだよ、どうしても必要だったから。でも主人がたまに車を職場に置いておくこともあるし、毎日使うっていうわけじゃないんだけどね。へー、ずるい。あそこの駐車場って止めるの楽だから、私も狙ってたのに。え、どういうこと？うちのマンションって車駐車するときに中まで乗り入れなきゃいけないでしょ。それが地味にストレスなのよね。時間も無駄にかかっちゃうし。まあ確かにね。だからあそこならマンションの入り口の目の前だし、とっても楽だからいいなって思ってたの。そうなんだ。だから私も使っていい？はい？今なんて？だから私も使っていい？はい？なんで？いいじゃん、ずっと使うわけじゃないって言ったじゃん。ケチケチしないでさ、使わせてよ。リサさん、それは違うんじゃない？外野は黙ってて。ちょっとリサさん、そんな言い方ないでしょう。とにかくさ、パニコさんが毎日使う予定ないんだったら、私が代わりに使ってあげてもいいよ。言ってる意味がよくわからないんだけど、私が契約してる駐車場だから違うナンバーの車が止まってたら問題だと思うよ。そこはなんとかなるっしょ。うまいことやっといてよね、お願い。嫌だよ、そんなことして管理会社と揉めたりしたくないから。申し訳ないけど、そんなお願いは受けられません。それにあそこの駐車場、他にもまだ空きあるみたいだし、どうしても必要なら借りたらいいんじゃない？はあ？私が専業主婦だからって見下してるんでしょ。え？私が働いてないから、そんな駐車場なんて余分に借りるお金ないって分かって言ってるんでしょ。ちょっとやめなよ、リサさん。外野は黙ってろって。とにかく利用させてもらうからね。じゃ、よろしくね。困るってば。なんで？友達じゃん。私もその場にいた他のママ友もリサさんを何度も止めましたが、リサさんは聞く耳持たずでした。私はとりあえず、うちの2台目の車は最近買ったばかりで、リサさんにはどれが私の車か知られていないはず。だからどこに止めているかもバレていないし、あんな風に言ってはいたけど口だけだろうと、どこか安心していました。しかし実際にはリサさんは想像以上に厄介な自己中女だったのです。バニコさん、今仕事中？そうだけど、何かあった？ということは今駐車場使ってないよね？はい、使ってないけど、なんで？まさか止めようとなんてしてないよね。いいじゃない、ちょっとの間くらい。いや、だって私の駐車位置わからないでしょ。勝手に止めたら他の人に迷惑がかかるし。大丈夫よ、昨日の夕方パニコさんが車止めるところ見てたから、パニコさんの場所は確認済みです。はあ、そこまでしたの？ということで止めさせてもらうよん。いいよね？よくないです、迷惑だからやめてよ。それに契約に違反することになっちゃうし。まあまあ、細かいことはいいから使わせてもらうね。ちょっと待ってよ。
一方的に LINE を終わらせたリサさんにその後も何度もメッセージを送ったのですが、結局リサさんからの返信は来ませんでした。なんとなく嫌な予感はしていたのですが、家に帰ってみると私の駐車場には車が止められていました。リサさん、車動かしてよ。私の車が止められないんだけど。ああ、すっかり忘れてたわ。もう私も旦那も飲んじゃったし、全然無理だわ。そんな無責任な。さすがにそれはないんじゃないの？迷惑です。その辺にパーキングあるでしょ？とりあえず今日はその辺で我慢して。ありえないんですけど、こんなこと二度とないようにしてくださいね。はいはい、じゃあね。結局その晩私は近くのコインパーキングに停めるしかなくなりました。その夜夫とも相談して、もう金輪際このようなことがないようにとリサさんに何度も LINE を送りました。翌日私はパートが休みだったため息子を連れて実家に遊びに行っていました。しかし実家で夕飯を済ませて帰ってくると、なんとまたリサさんが車を私の契約している駐車場に駐車していたのです。私は怒りに任せてリサさんのお宅を訪問することにしました。何？何じゃないですよね。車止めるのやめてくださいって言ったでしょ。なんで今日も止まってるのよ。今日たくさん買い物しちゃってさ、マンションの駐車場まで車持っていくと遠いじゃん。遠回りしてまで重い荷物運びたくないからさ。はあ？そんな理由で？とにかく迷惑してるんで今すぐどけてくれませんか。無理無理、パニコさん、この時間に人の家に来るとかマジ非常識だよ。は？非常識なのはそっちでしょ。いやいや、そっちでしょうが。今もう9時なんだよ。酔っ払ってるに決まってんじゃん。車の運転なんてしたら犯罪だよ。私を犯罪者にしたいの。旦那さんはこのこと知ってるんですか？静かにしてよ。旦那は知らないし、旦那ももう酒飲んでるから、とにかく無理だから。いや、それなら鍵貸してくれたら私が移動してくるからいいですよ。はあ？他人にうちの大事な車任せられるわけないでしょ。何言っちゃってんの。いいから今日もどっかに止めれば。じゃあおやすみなさい。あ、ちょっと。私はまだ話していたのにリサさんに強引にドアを閉められてしまいました。その態度でリサさんは反省する気もなければ、きっと今後も同じことを繰り返していくだろうと確信しました。それであれば私ももう甘い顔をしておくことはできません。もうこれではまずいと思い、仕返しをすることにしたのです。翌日私が出勤するときに駐車場を見ると、そこにはまだリサさんの車が止められていました。そこで私はあるところへ電話したのです。ひしし、ちょっとパニコさん、電話出なさいよ。仕事中なので出られません。何かありましたか？何かあったかじゃないでしょ。私の車どこにあったのよ。はい、知りませんけど。知らないわけないでしょ、あなたの駐車場に止めてたんだから。それは理解してたのに勝手に止めてたんですね。どういう意味よ。私の契約してる駐車場だって分かってるのに知ってて止めたんですよね。たった数回でしょ。何度もやめてって頼みましたよね。そうだけど車をどっかに持っていくことないじゃない。これは犯罪よ、訴えてやる。訴えたいなら訴えればいいんじゃない。自分が恥かくだけだと思いますけどね。はあ？意味わかんないんだけど。私は車をどこにも持ってってませんよ。ただ管理会社に電話しただけ。え？管理会社？駐車場を管理してる会社だよ。自分の駐車場に迷惑駐車している人がいるので何とかしてくださいって連絡しました。それでレッカーされたみたいだね。レッカー？あの駐車場にも看板出てるけどさ、無断駐車は禁止だし、レッカーされるの当たり前でしょ。あ、罰金もあるからね。嘘でしょ。だってうちら友達でしょ。そういう問題じゃないから。というかこんなことする人友達だと思えない。他のママ友にもひどいこと言いすぎでみんな嫌がってますよ。
他のママ友も知らなかった。人に迷惑をかけたら自分で責任を取ることになるんですよ。レッカーされた車がどこにあるのかは知らないので、ご自分で管理会社に聞いてくださいね。もうこれに懲りたら二度と他人に迷惑をかけないようにしてくださいね。それじゃ失礼します。私からの迷惑駐車の連絡を受けた管理会社は即座にきちんと対処してくれたようで、リサさんの車はレッカーされて、なんと隣の県で保管されていたそうです。なので自分たちでわざわざ電車とバスを乗り継いで取りに行き、罰金まで払わなければならなくなったんだそうです。ご苦労様です。ひしし以前からの態度にその一件も加わり、リサさんは周りのママ友からも距離を置かれるようになり、少しずつ孤立していきました。マンション中にもこの無断駐車騒動が知れ渡り、住人たちに白い目で見られるようになったリサさん一家は最終的には引っ越していってしまいました。私は駐車場を勝手に取られる心配もなくなり、快適に過ごしています。他人に迷惑をかけている人はきっとどこかで自分に返ってくるんでしょうね。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。